はい、それでは6月になりましたが、今週の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回はフォーナー法の応用例としまして、2進数と10進数の相互の変換という話をしました。で、整数から始まって、いろんな小数、分数で表現された数の変換というのをやっておりました。で、今日はその続きでして、テキストでその20ページのセクション 2.3 の乗算というところから話をしていきたいと思います。で、このセクションでは、その主にその多項式、それから多倍調整数の乗算のアルゴリズムを見ていきますけれども、アルゴリズムとしては、実変数多項式の乗算の方が若干簡単ですので、その多項式の乗算から話をしていきたいと思います。で、多項式の乗算の仕方は、皆さんこれまで散々計算してきたと思いますので、特に改めてその手順について説明するまでもないと思いますけれども、一応そのノーテーションの都合上、一応その例題を挙げてですね、書いていきたいと思います。一応ここではその一変数多項式 AX と BX を掛け算を考えるということを考えまして、で、一応 AX は3次の多項式で、BX は1次の多項式で、共にその係数は整数として、それから主係数は0でないというふうにします。で、それに対してその、多項式の乗算は皆さんよくやってきたように筆算を使ってできるわけでして、こういった形で各その次数のですね、係数を並べて、でその次数ごとにかけていくということで、この途中の計算は多分皆さんもうすでにそれぞれできるでしょうから省略しますけれども、結果としてそのこの場合ですと、その4次の多項式が得られるものとします。一応省略といったのは皆さんにはですね、なるべく省略と書かずに、そこは皆さんで埋めてくださいという意味です。一応講義ノートの方には内訳も書いております。で、こういったその例で見ながら計算していきますと、結局はこの A の係数とその B の係数の乗算の繰り返しということになりますので、それを踏まえてそのアルゴリズムを記述します。
まず入力としまして、その今例題でも出しましたようなその多項式、2つの多項式 AX と BX を取ります。A と B はともに整形数の一変数多項式として、まあ次数はそれぞれ K と M ということにします。それから出力としてはそのまあ CX ですね、多項式 CX を取る。まあ、この CX は、まあ、次数はその A の次数と B の次数の和ですので、まあ、この場合 K プラス M になるわけです。そして、まあ、整形数の多項式で、でまあ、当然ですが、そのC は A と B の積を満たすと、そういうものを出力するアルゴリズムを考えるというわけです。テキストですと、その21ページの一番上にありますので、各自確認しておいてください。一応、なんで、計算量の見積もりをやりますので、板書にもアルゴリズムはちょっと書いていきます。でまず最初のステップとして、まあ、i がこの0から k プラス m の範囲の中で i を動かして、で ci に0を代入せよという命令があります。でこれはの今ですね、この、まあ、計算結果がこの各 ci に、計算結果の cx の係数が各 ci にこう入力されて代入されて出力されるんですけれども、計算が始まる前に一度このここで、まあ、c0 から ck プラス m までですね。これらの、その値を全部初期化0にしておくと、まあ、計算の準備をするという操作で、こういったその変数にこうあらかじめ0を代入したりして、これから始まる計算での準備を行うような操作をしばしば初期化と呼びます。まあ、変数を初期化するといったような言い方をよくアルゴリズムの議論の中ではすることがあります。で、次の、ステップですけれども、ここは実はその法文のループが二重になっていることに注意してください。外側のループ、最初のループでは i を0から k まで動かすとしています。で、その i が0から k の一つ一つ動く際に、それぞれの i の値の中で、この今度はその j を0から m まで動かすというループを定義しています。
で、実際にそこではどのような計算を行うかといいますと、まあ、こういう計算を行っているんですけれども、そうか、先ほどの筆算のところで省略した途中の計算を少しこう再現しながら説明した方がいいかもしれません。一応これからの説明というのは、その今のその括弧2のステップで、その4のループが i と j にまたがる理由動機づけにもなるんですけれども、そのこの筆算の時の計算の仕方を思い出してみますと、まずここで何を計算するかっていうと、このまあこの ax と bx をかけるんですが、この場合ですと、このこの掛け算をですね、この B の各項ごとにこう分配するの、するっていうのは、このまあ筆算による計算のこう意味なわけです。そうしますと、今、例えば分配しますから、まあ、こういう形にこう分かれるわけですね。で、その筆算の最初の行では一体何を計算しているかっていうと、この AX を B0 倍するということをまあやる、ここに書くわけです。ですので、具体的には、まあ、こういう書き方、こういう計算をこうして書くケースを求めているわけですね。で、その部分っていうのが、ここのアルゴリズムでいうこの AIBJ のところに相当していることを、相当しているということを確認しておいてください。で、ですので、とりあえずその、I が、その、例えば今、I が、そうか、ちょっとこれ、I と J の使い方が逆になっていますけれども、この場合だと、どうなってんだろうな、A の i、A の i か、A の i、あ、そうか、今その記述しているこちらのアルゴリズムの筆算のやり方っていうのは、ここの例題で書いたその A と B を多分上下を逆にしていると思います。上下を逆にしていて、で、例えば A0 を1個固定して、B1 との積、B0 との積を計算するという、その、ループの回し方にすると思います。で、まあ、ちょっと逆になっているので、分かりづらい面があるかと思いますけれども、まあ、ちょっと後で各自確認してみてください。で、まあ、こういった形で、その、例えばこの筆算の例ですと、この B の各、BX の各項ごとに、この AX の積を計算していくということをするわけです。で、ちょっとこの例題を先に続けます。ちょっと少し、もう少し続けますと、で、この次のステップ、この例題の次の、その次のステップでは、この、今度は B1 の係数ですね、B1 にこう各 A の括弧をかけていくということをします。まあ、こういう形になると思います。で、それで、次はこの部分ですね、この C の i プラス j にもともとあったその係数にこれを加えなさいって言ってるっていうことは、その、例えばこの筆算のその
こうループ筆算の一連の計算に戻って考えますと、例えばその、掛け算の結果の x の1乗の項を計算しようと思ったら、最初にこの場合ですと、この b0 をかける a1 を計算すると、それが x の1乗 の係数の一つの要素になるわけですね。で、次に、それにこの b1 かける a0 をかけた係数を加えることで、最終的にこの場合は c1 の係数が得られるということになっております。ですので、その、かける方の、多項式のその、次数分だけですね、に相当する分だけ、この、必要な分だけ、例えば各次数でこの係数の和を取っているということに注意してください。で、最終的にはこの C の0から C の K プラス M という係数を並べることで、計算結果を返しています。とりあえず、そのアルゴリズム、これの意味している内容がよくわからないという人がいたら、その実際に具体的な例を作って自分で計算してみるのが多分理解への早道ではないかと思います。で、それでと自分で実際に例題で当てはめて計算して分からないことが分からないっていうのははっきりしてくると思うので、それがどこが分からないかが分かったら、質問に来てもらうと、割とその理解の上では効果があるんじゃないかと思います。で、まず実際に自分でよくわからないという人は自分で例題を計算してみてください。で、ここまでいいですか。で、じゃあ、ここからですね、その計算量の見積もりを行いたいと思います。各ステップごとに、行っている処理を考えるんですけれども、基本的には、今は、その係数間の指則演算が何回前期的に何回行われているかということを考えていきます。ですので、まず最初の第括弧1のステップから見ていきますけれども、括弧1のステップは、括弧1のステップはループが経過して1回行われているんですけれども、実際にここで括弧1のステップで行っている計算は代入の操作ですので、代入の操作はここでは無視します。で、次にその括弧2のステップに行きますと、このまずこの i 変数 i に関するループですね、これが、K プラス1回ループが入っています。で、この i、それぞれの i の値に対して、この j の値のループが何回入っているかというと、ループが m プラス1回入っています。で、その各ループの中で行われている演算を見てみますと、この AIBJ のところで乗算が1回、それから、それの結果を C の i プラス J に加えるところで加算が1回入っています。
で、まあ、カッコ3はあのリターンの分ですので、まあ食塩剤には関係がないということで、ここでは無視します。ということで、この計算量の見積もりなんですけれども、2というのは、これは加算と乗算1回ずつ加えた計算量で、それがそのループの、この i と j のループの入れ子で、k プラス1かける m プラス1倍されると。で、まあ、全近的には、この k かける m の、オーダーになるということを意味しています。すなわち、この K と M が何だったかっていうと、今思い出してみますと、入力多項式 の次数ですね。K はAX の次数で、それから M は BX の次数ですので、この時のその乗算 その計算量は、その入力多項式 の次数の積に比例するという見積もりになります。よろしいでしょうか。まずここを押さえておいてください。で、それから、一つ注意点はですね、今、ここで出た、KM というのは、整数上の演算回数であって、この多倍長のワード数、ワード単位とした演算回数はまだ見積もりは行っていないことに注意してください。これは、どんなに、なんでしょう、長さが長いような多倍長数であっても、それらの積、例えば、加減乗除を1回と数えた時のその演算回数の見積もりです。ですので当然ながらその各係数のですね、このワード帳が長くなればなるほど実際の計算量、1ワードあたりの指則演算の単位とした計算量はこれよりも大きくなることが予想されます。ということに注意してください。ということで、まあ、それをですね、もう少し詳しく調べるために今度はその多倍長整数の乗算を見ていくんですけれども、まず、まあ、いきなり多倍長整数同士の乗算を見る前に、先にその多倍長整数と単精度整数との乗算のアルゴリズムを見ていきます。テキストでは、この21ページの、まあ、真ん中よりちょっと上の方にあるセクション 2.3.2 から始めます。ここまでいいでしょうか。あ、はい。あ、はい。この2倍というのは、内訳は、この加算1回、乗算1回ですね。で、一応計算量を見積もるときは、うん、加算も乗算も一緒にまとめるということですので、2になってます。いいですか。はい。あ、一応、そうか。今の質問は、ここの計算量の係数の2がついた理由ですね。実は余談なんですけど、この授業を録画して後で再生すると、大体質問する人の声が入らなくて、後で回答する僕の声だけ入ってますので、忘れない場合には、質問の内容も、僕がもう一回復唱して記録するようにしたいと思います。はい。ありがとうございます。で、それで、まあ、そういういきさつを踏まえて、そのセクション 2.3.2 で、その多倍長整数と単精度整数の乗算の話を見ていきたいと思います。
で、まずその前にですね、その単精度整数同士の乗算の規則というかルールをこれから定めたいと思います。一応前から使っていますように、まあ、単精度整数というのはすなわち1ワード、1ワードの長さの大きさの整数同士で、1ワードは N ビットということで話を進めます。で、今仮にですね、この A と B が整数で与えられていたときに、まあ、A×B を計算した際のその桁数がどうなるかということを復習してみますと、まずその我々 の受信数の場合ですね、桁数を考えますと、まあ、例えばA の桁数が N 桁で、B の桁数が N 桁だとしますと、まあ、AB の桁数は一般には 2N 桁になるということは分かると思います。ですので、あとはこれは受信数の場合ですけれども、2進数の場合もこの話は同様に議論できますので、まあ、もしその A のワード帳が1ワードで、B のワード帳が2ワード、1ワードですと、そうすると AB の長さ、ワード帳は2ワードに、一般に2ワードになりますので、そうすると1ワードの長さの、まあ、単精度の数 A と B の乗算を行うときには、その計算結果を格納する領域として、まあ、一般には2ワードの メモリが必要になるということが分かると思います。2ワードの。ここまでですか。で、一応まあこの事実を踏まえて、まあこの授業で議論するその加算のルールというのを次のように定めます。そこで、その今ですね、この x と y という1ワードの整数が与えられて、この xy を計算しようということを考えますけれども、ちょっとこの x と y のそれぞれの、その何でしょうね、ビット列の様子をこう、前もちょくちょく表しましたように、この1ワードの箱で模式的に表すものとしまして、でまあ、これの筆算、掛け算を行うわけですね。これで掛け算を行いますと、そうか。まあ、この段階でこの xy になるわけですけれども、この xy の
まあ、上位桁が今左側のワードに入っていて、下位桁が右側のワードにこう入っているものとします。で、この授業ではですね、このさらにこの XY の結果に、1ワードの数Z を加えることも考え、合わせて考えます。で、XY にさらに1ワードの整数 Z を加えた結果をですね、下位桁はこれ W ですかね、下位桁は W として表して、それから上位桁は γ というふうに表しておきます。で、まあ一つ注意しておくことは、この z を加えるときに、この xy の上位桁は何ら影響は受けません。で、まあ、その結果、上位と下位の桁でそれぞれ γ と w に入るものとします。で、もともと、という我々が今想定しているこの CPU の演算装置は、まあ、1ワードごと の演算に対応しておりますので、まあ、この、XY プラス Z を計算した後では、その演算装置の中にはこの W ですね、下位桁の部分がこう残るものとします。入っているものとします。一方で、この上位桁のガンマの方は、まあ、一般にはその演算装置からこうはみ出る桁ですので、まあ、このガンマの部分は、その前にも一回出てきましたけど、補助演算装置と呼ばれる部分に入るものとします。まあ、こういった形で今この1ワード同士の演算を考えて、でまあ演算装置や保存演算装置を使ってその得られた結果を格納するということを考えます。でこのデータの扱い方のことを テキストにもありますけれども、W とガンマを並べてブラケットで囲ったものにこの XY プラス Z を代入すると、こういう形で表すことにします。ですので、まあ、その1ワード単精度数のその乗算を考えて、まあ、これが出てきたら多分これからこの先のアルゴリズムで出てきますけれども、この先のアルゴリズムでこういった代入群が出てきたら、まあ、実際には演算装置でこのような演算を行っているというふうに思い出してください。一応この、まあ、W とガンマの関係については、これは、まあ、上位桁と下位桁を関係を表しますと、まあ、ガンマ自体はその単精度の数ですので、実際にはこれを使って、ガンマかける2の n 乗プラス w で、まあ、この xy プラス z の、まあ、2倍長の数を表しているということに注意してください。ここまでいいでしょうか。
で一応以上のですね、この、まあ、演算装置の使い方を踏まえた上で、次、そうか、これを踏まえた上で、今度はその、多倍長の整数と、それから単精度整数の乗算のアルゴリズムというのを考えます。で、多倍長整数と単精度整数の、乗算なんですけれども、例えば今ですね、この A、多倍長整数、A が多倍長整数としましょう。まあ、K ワードの、整数とします。で、まあ、それに対して、B は単精度の整数とします。で、まあ、その時にその、まあ、多倍長の数と単精度の数 の、 その積を計算するやり方を、まあ、考えてもらうと、まあ、例えば、さっきのほどのようにこの筆算で表しますと、そうか、これは上位桁と下位桁の並びが逆でしたから、例えば、そうですね、A が4ワード、ワード上が4ワードだったとして、まあ、B が単精度。だとすると、まあ、やり方としては、先ほど紹介しました、一変数多項式の乗算の、やり方、手順に非常によく似ていることがわかるかと思います。で、ただし、ここで気をつけなければならないのは、その、多項式の、係数の乗算と異なっている点として、この整数、整数同士の、乗算ですので、繰り上がりが存在するということですね。ですので、例えば A0×B を計算しますと、その、まあ、A0×B っていうのは、まあ、今 A0 は1ワードで B も1ワードですから、そうすると1ワード単精度の、数、整数の積になって、一般にその計算結果の長さは2ワードになりますので、そうすると上位桁、上位ワードが今度はこの B×A1 の結果に加わることになるんですね。で、その加算、その桁上がりを加えるっていう部分の処理を付け加える必要が出てきます。そこに注意してください。では、それを、その一応アイディアを踏まえて、そのテキストですと21ページの下の方にあります、このアルゴリズムを、まあ、説明します。
で、まあ、このアルゴリズムなんですが、入力は先ほど書きましたように、A として多倍長数を取ります。でまあ、各 AJ はこの0から2の N 乗マイナス1までの間の整数ですね、起伏整数ですね。で、それから、B は単精度の整数として取ります。でまあ、それに対して出力としましては、この C という値を取りますけれども、まあ、C0 から CK で、各 CJ がまあ、0から2の N 乗マイナス1までの非負整数と。で、ここで注意していただきたいのは、入力の A のワード帳に比べて、まあ、出力の C のワード帳が1ワード長くなっていることに注意してください。でこれは、まあ、当たり前、皆さん、すぐ分かると思いますけれども、その A の最上位の桁にこの B をかけますと、まあ、その桁数が増える可能性があるわけですね、一般に。それで C のワード帳は1ワード増やしています。一応まあ、C イコール AB を満たすような C を出力すると書いておきます。で、このステップの一番最初のところで、まあ、いきなりこのガンマゼロっていうのが出てきましたけれども、まあ、補助演算装置ですね、このガンマ i というのは次のステップで説明しますが、補助演算装置を表します。でじゃあちょっと先に次のステップ書きますね。まあ、次のステップでは i を0から k マイナス1まで変化させて、まあ、AIB プラスガンマ i を AI か、AI に B をかけてガンマ i を加えた値を、まあ、このような形でその C の、C の係数と、それから、まあ、補助演算装置の値というふうにしなさいというふうにあるんですが、その、まあ、具体的にはそのどういうことになるかというと、例えばそうですね、まあ、こちらの例で、じゃあまずこの A、この例に従うと、じゃあまず A0×B を計算しましょうというわけですね。A0×B を計算すると、まあ、A0B、A0B にと、あと、その桁上がり分ですね。桁上がり分がガンマ1というふうにこう、はい、上位桁が出てきます。で、
もともとこの A0B を計算する際にはその、まあ、この桁はその一番下位の桁ですので、この桁に対するそのさらに下の桁からの繰り上がりというのはないわけですね。でガンマゼロっていうのは何を表したかっていうと、そのガンマゼロっていうのはこの桁 A0×B の桁に対するそのさらに下からの桁上がりを表す変数ですが、皆さん見て明らかなように、この A0B の桁が一番下位の桁で、さらに下の桁からの繰り上がりというのはないはずですから、そうすると、このガンマゼロっていうのは、ゼロに近いわけですね。ですので、最初のステップで、ガンマゼロにあらかじめゼロを代入しておくことで、その、まあ、括弧2のですね、処理で、この一番最下位の桁の、その、上段の処理も表せるようにしています。それがまあ、最初のステップ1が入っている理由です。ので、まあ、ちょっと分かりにくい人はまた後で質問してください。まあ、今でもいいですけど、大丈夫でしょうか。はい、で、あとは、例えばこの例ですと、そのまず A0B を計算すると、まあ、ここに下位、ここの桁と、それからその繰り上がり部分が計算されます。で、次に計算するのは、例えば A1B なんですけれども、A1B と、を計算すると。で、その A1B の下位の桁に、今度はその下の桁からですね、その下の桁からの繰り上がりを加えたものですね、加えて、で、その繰り上がりが今度は、ガンマ2になりますと。で、同じく A2B も計算して、桁上がりを加えて、その桁上がりがガンマ3になります。というふうにして、最終的には、まあ、ここに A3B を加えて、最後ガンマ4が出てくるわけですね。で、そうすると、このガンマ4っていうのは最終的に、まあ、C4 という形で、出力の最上位桁になると、最上位ワードになるということになります。そしてじゃあ続きを書きますと、3番が、CK にガンマ K を代入するという操作がありましたけれども、これは、今先ほど説明しましたように、この最上位の桁のその掛け算を行って出てきたその桁上がり部分、繰り上がり部分ですね。繰り上がり部分をその、計算結果の C の最上位の桁に代入しなさいと。そういう指示です。で、まあ、最後に、この、まあ、C の値を返して、まあ、最後に、この C の値を返すことで、まあ、アルゴリズムが終わります。ここまでいいでしょうか。で、まあ、例によってこの計算量を見積もるわけですね。で、この計算量の見積もりなんですけれども、まあ、ステップ1から順番に順を追って見ていきます。まずステップ1はガンマゼロにゼロを代入するという代入ですので、代入は計算量の見積もりから除外します。で、次に2番目のステップなんですけれども、2番目のステップはループがありまして、ループの警戒があります。で、警戒の中で、それぞれ、その、何が行われているかというと、これは、単精度のですね、これ上段1回。
それから、加算が1回行われております。で、あと3、ステップの3は代入ですので、計算よりは含めない。で、ステップ4はリターンですので、計算よりは含めない。ということで、計算量の見積もりとしましては、まあ、全勤的な計算量ですね。と結局演算回数は 2K でしたので、これはオーダーの K と表すことができて、で K というのは何だったかっていうと、この多倍長数 A の長さでしたので、A の長さのオーダーで表すことができます。すなわち、このアルゴリズムはですね、計算量は、この、まあ、多倍長数 A と単精度数 B の積なんですけれども、その計算量は、その多倍長数 A の長さに比例すると、ということが言えます。ここまでいいでしょうか。以上のことを踏まえて、今度はその多倍長の整数同士の乗算のアルゴリズムと、それからその計算量を見ていきたいと思います。とテキストですと、22ページのセクション 2.3.3 です。今度はその多倍長整数同士の乗算ということでして、先ほどの図をちょっと流用しますけれども、先ほどは、まあ、A が多倍長数で、B が単精度数でした。で、今度は、これを、この B も多倍長数にしろっていうわけですね。で、例えば、B がこの2ワードで表された数だったとしましょう。そうすると、先ほどの筆算で書いた部分なんですが、まあこういう形になります。で、あとは、まあこれは今日の冒頭で説明しました、その一変数多項式同士の乗算のアルゴリズムにだいぶ似てくることが多分見てわかると思うんですが、まあ、例えばこの例ですと、最初はこの、B0 ですね、この、B のうちの下桁の B0 にこの A を構成するそれぞれのワードをかける乗算を繰り返すことになります。
というふうに、例えば、その A に B0 をかけるですね。で、この演算自体は、その先ほど、ついすぐ前に説明しました多倍長の整数かける単精度の整数の計算になります。で、今度はこの B0 をこの B1 に取り替えて同じことを繰り返すわけですね。で、まあ、次の段階で、まあ、A×B1 を計算すると。ですので、まあ、多倍長×単精度の計算をこの B のワード長分だけこう繰り返すことになります。あ、それから、あと注意したいのは、桁上がりがそれぞれの乗算で発生するということですね。で、まあ、この場合は、最終的に、こういった形の、まあ、結果になるわけです。まあ、ですので、その、まあ、多倍長整数同士の乗算のやり方というのは基本的に、先ほど説明した多倍長かける単精度の整数の、乗算の繰り返しで行われます。これ10です。10ですね。はい。ここまででしょうか。じゃあ実際にそのアルゴリズムを見ていきましょう。そうしますと、今度はその多倍長整数同士の乗算ということになりまして、テキストですと、22ページの真ん中にあるアルゴリズムですね。で、一応入力を見ていきますと、まず入力としましては、多倍長数 A で、それが A の0から A の K マイナス1の K ワードの整数とします。それから、多倍長数のこの B の方なんですけれども、 B は B は B の0から B の M マイナス1ですので、 M ワードの数とします。で、それに対して出力は、C の0から K プラス M ですね。K プラス M の長さの多倍長数ということになります。で、
一応そうか、ステップを書い、今度ステップを書いていきますと次のようになるんですけれども、まず最初のステップですね。最初のステップは、まずその、A にですね、A にその B の再開桁、再開ワードの B0 をかけて、その結果を、C0 から CK という多倍長数に保存しなさいということになります。これで一応その、多倍長数 A とですね、それから B のうちの再開ワードの B0 との積を計算したことになりますので、あとは順次この BA とそれから B の、それ以外 の、 ワードとの計算をして続けるということになります。C の i から C の k プラス i。この指示でちょっと分かりにくいかなと思うのは、この C の i から C の k プラス i っていうのが、必ずしもその計算結果のワード C のワードを全て並べてるわけではないということですね。どういうことかというと、例えばこの今こちらの黒板の例ですと、この2行目の計算っていうのが i が1 i に1を代入された時のループの処理になるんですけれども、その際に扱うその c の i から c の k プラス i っていうのは、この場合ですとこの下位から下から2ワード目からここまでのワードですね、ここまでのワードっていうふうにこうなってまして、これ例えば B のワード数がどんどん増えていくと、この実際に括弧2の処理の対象になる C の i から C の k プラス i っていうのがどんどん見えずれていくと。で、ただしそのワードの長さは、K ワードですかね。K ワードっていう、K ワードなんだけども、i ワードずつ右に処理がずれていくということに注意してください。で、で最終的にこの2番のループが終わったところで、その、C の結果を返すということになります。まず、アルゴリズムの流れについては、これで何かありますでしょうか。大丈夫ですか。はい。で、あとは、この、
時のそのですね、多倍長数同士の乗算の計算量の見積もりに入りますが、じゃあ順を追って見ていきましょう。まずステップ1からなんですけれども、このステップ1は、ここで1回乗算が行われております。で、これとそのどういう大きさの数の乗算だったかっていうと、まあ、A が多倍長数で B0 が単精度数でしたので、そうすると計算量はこの場合その A の長さに比例します。先ほどやった結果ですね、先ほどやった結果で、A の長さのオーダーになるということに気をつけてください。で、次が、ステップ2ですね。ステップ2なんですが、ステップ2はまずループをが、m-1 回発生しています。で、ループが m-1回発生していまして、で、それぞれのループの中で行われている計算を見ますと、まず、これですね、a×bi という乗算があります。で、乗算は、これは a が多倍長数で bi が単精度数でしたので、その計算量は、まあ、a の長さの見積もりになる、オーダーになります。で、その後、ここに加算があります。で、この時の加算は、まあ、先ほどの筆算の結果を見てみれば分かると思うんですが、基本的にはこの a×bi をそれまでの計算結果に加えるということですので、そうすると、実際に加算が行われるワード数っていうのは結局その a の長さ分だけのワード数になります。ですので、ここの加算の計算量も、オーダーとしては A の長さということになります。ということで、その、ループ内の各ステップでは、A の長さのオーダーの乗算と、それから A の長さの加算が行われているということになります。で、最後、括弧3はリターンのステップですので、計算量の見積もりからは除外されます。ここまでいいでしょうか。で、そうしますと、この以上の計算量の見積もりなんですが、これはまず最初のステップ1で、その A の長さのオーダーの計算が行われて、それからステップ2では m-1回のループの中で、まあ加算と乗算それぞれオーダーの A の長さですので、まあ全近的にはオーダーの A の長さになるということで、まあ加えますと、オーダーの A の length of A の、まあ、M 倍ということなんですが、じゃあこの M っていうのは何だったかっていうと、この今与えられたもう一個の多倍長数の B の長さなんですね。ということで、
最終的な計算量の見積もりは、その A の長さと B の長さの積のオーダーになるということがわかります。ここまで何か質問などありますでしょうか。いいでしょうか。はい。はい。まず初期化を書かなかったのと、あ、そうですね。はい。初期化の省略は、そうですね。確かに、その通りです。ちょっとこれ、酒井先生にもお伝えしておきます。それから、そうですね。そうしますと、どういう意図だったのかな。もしかしたら、その解のワードに関しては、まあ、括弧1で初期化を、解の方は兼ねていただくかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとその辺の意図はまた後で酒井君の機会がありましたので、確認してみたいと思います。はい、ご指摘ありがとうございます。で、他に何かございますでしょうか。はい、じゃあ今日はちょうど時間が切りがいいところになりましたので、このぐらいにしたいと思います。で、この次は、この第2章の次ですね、セクション 2.4 の常用付き序断から始めて、セクション2は、第2章が終わりますが、今度、この第2章に引き続いて、今度は第4章に入ります。今日、皆さんにお配りしたテキストが、第4章のユークリッドのご助法になっているかと思いますけれども、この、ユークリッドのご助法から、先に進めていきますので、まあ、必要な人は各自予習をしてきてください。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。